1月の12日、明日はですね、成人式でございます。まあ、もう場所によっては今日、成人式が、行われているところもあるんですけども、まあ、僕のところのなんかは、まあ、明日がですね、成人式ということでございます。ということでですね、まあ、今この定期券、僕もこの町に住んでた時がありましたのでですね、ここで定期買ったこともあります。そんなことでですね、まあ、あの今政治活動の方、この埼玉県、まあ、ここは四季駅、まあ、新座市なんですけど、まあ、四季駅、まあ、新座市です、ここはでやってるんですけど、あのとにかくですね、まあ、今、一旦、まあ、党首の発言もありました、一旦ゆっくり、2019年はどう、そして2020年はせい、どうからせい、まあ、ちょっと落ち着いていこうじゃないかという、ことであります。まあ、とはいうもののですね、私たちもやることは、しっかりとやっていかなければいけません。まあ、それはもうあの党首もそうですし、まあ、党首一丸となって、党として、やることはやっていくっていうことなんですけども、やっぱりね、注目度っていうのもまた、変わってきてまして、まあ、昨年はですね、国政政党元年ということでありました。 NHK から国民を守る党としては国政政党元年、まあ、7月の参議院選挙、昨年の7月の参議院選挙で、まあ、国政政党になったわけなんですけど、まあ、注目度っていうと、まあ、今年はちょっと一旦落ち着いてきているところもあるのかなとも思います。だからこそですね、やはり、まあ、今年越して、まあ、ちょっと皆さんですね、年始ということで、まあ、年始って言っても、まあ、1週間以上経ってますからね、うん、なかなかですね、まあ、今日なんかちょっと寒いんで、やっぱりね、正直言って僕らも結構活動してて結構大変です。まあ、そんな中でですね、お手伝いいただける方がですね、まあ、ちょこちょこいるとですね、本当にありがたい、ありがとうございます、ね、ということで、まあ、ちょっとやっぱりこれから結構厳しくですね、なってきております。まあ、新座市、まあ、今活動しているのは新座市で、取手市がもう実はですね、茨城県なんですけど、取手市はもう今週の、19日から、もう選挙戦が始まるということで、まあ、岡本市政対策委員が今活動中であります。で、まあ、埼玉県でいうとここをずっとまっすぐ行くとですね、坂戸市っていう、まあ、あとこの反対口の、四季市っていうのが春にまた選挙もあるんで、まあ、埼玉県はですね、御殿場そうですね、今政権クリチャンネルさんがリードしていただいてます。この新座市の前に今月中にですね、御殿場市、来月の頭がね、あ、今月の末に始まるんですかね、はいはい、御殿場市とか、まあ、結構ね、やっぱり寒い時期なんで、結構みんな外に出たがりません。ただね、本当に厳しい、もし本当に一緒にですね、活動していただける方が、いらっしゃったらですね、もう飛び込み、飛び入り、連絡なしで、結構ツイッターとか見てると、まあ、どの日に活動してるとかいうのを、市政対策委員も公表してますんで、もう飛び入りで構いません。連絡なしでも、まあ、連絡してもらってもいいです。お手伝いいただける方、在募集してます。それはね、なんでかと言いますとですね、やっぱり力合わせて、まあ、NHK をぶっ壊すっていうのもあるんですけど、やっぱり、昨日もそうなんですけど、一人とか二人でこの活動をやってると、まあ、俗に言う、やからという人が現れます。もう、昨日の小野沢さんなんかはもう肩ドーンと、どつかれたりもしてるんですよね。まあ、だからやっぱりね、ある程度、まあ、固まった2、3人以上で活動できるといいなっていうのがあるんです。なんで、まあ、もし、本当に、まあ、無理ない範囲で、ちょっと寒いですからね、僕ももう、このあったかいの、着てやらせてもらっております。もしちょっとお手伝いいただける方いらっしゃったらですね、飛び入りで構いませんので、お手伝い、現場の方に来ていただけたらと思います。僕もね、もうこれからはですね、地元の活動以外はもうこの埼玉県でしっかりと、まあ、今週の末の、日曜日はですね、取手の方にお邪魔できたらとは思ってるんですけども、まあ、それ以外はですね、基本的に埼玉県で活動していこうと思ってますんで、お力添えいただけたらと思います。今日もですね、活動するってことでわざわざ結構遠く中野とか、うん、東京からも豊島区からも
応援に来ていただいた方も、いらっしゃいます、激励いただいた方もいらっしゃいますんで、どしどしお待ちいたしておりますということで、もうね、新年って言ってももう12日ですからですね、もう気持ちはもうこのお正月気分からもう頑張るモードに変わっております。ということで、今日はですね、忘れた、あれあるっす、お兄座さんどこ、え、お兄座さんどこ、誰ですかそれ、え、お兄座さんどこ、誰ですかそれということでですね、今週末は取手市の方に伺えたらと思います。そうですね、まあ梅選挙の方もまあいらっしゃいます。何でしたっけ、まあいろいろあります、しっかり頑張っていきますんで、今月は予定としては、今週末に取手と吉川、はい、で御殿場が挟みまして、で月明けて新座、あと四季はそうですけど、あのほらお風呂配信する猫たんさんっていう、何でしたっけ、いやその辺が忘れてたんです。やとみしでも頑張ってますよね。坂戸、4月です、坂戸。まあ、坂戸と四季は4月。はい。で、弥富市。はい、弥富市。も、新座市と多分同じ日程。あと、佳代さんのお父さんの。あ、福山市。は、いつですか、わかんないです。来月ですか、わかんないです。もう間もなくということでですね。まあ、もしお近くの方いらっしゃったら、もう来るもの拒まずでございます。しっかりちょっと、頑張っていけたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、それでは。画面の前の皆さんも一緒に行きますよ。ここはです。